はい、ジュンジーです。ではアイワナピーサープリファレンス続きをやっていきましょう。このいかにも終盤であるかのような匂いの漂うステージ再開していこうか。で、お、これ上にスクロールするタイプですね。なるほど。まあセーブ感覚、ちょっと待って、これとりあえず右下行っていいですかね。こっちは、あ、行けないか。じゃあ進行方向は上ですね。よし、ではグイグイと上に上がっていきましょうか。まあもう終盤も終盤だと思いますので、まあ気合を入れていきましょうかね。セーブ感覚はどうでしょうか。タンタン、危な、抜け切るタンタンか。ほ、ここもちょっと怖い。よし、で、あれ、ちょっと待って、セーブ見当たんないけど。タンタン、まあでもこれぐらいの難易度であれば、よいしょ、いけー、ワンジャンプの、まあ、そう、あ、そうなってんのか。左着地ダメか。そうなっているのかというか、そうね、上に上がっていくときに完全にもう景色、通り過ぎる景色と化していましたが、そうすると、まあ、ここら辺はいいんですが、この辺りちょっと怖いね。よし、でワンジャンプしてここ、 OK、 いけた。で右はダメだからこっちに行くのだが、まあそんな難しくないですね。うん、まあ、配置はこ、ここちょっとやらしいな。あった、セーブ、もうちょいよ。ぐわっと、ここが、難しい。ぐわ、くっそ。あのですね、ちょっと気になって今更ですけども調べてみたら、ここなんかもやがかかってるのでと思って行くと、ここすり抜けられるんですよ。うん、これ何、ここ、うん、ここブロック貫通してて、なんかこれ上まで行ってなんかしてまた戻ってくるっていう気がしますね。なんか扉が出そうですもんね。まあ、言われてみれば家の形をしているというか、そうも見える。さて再びやってきました。その先ほどのその上部鬼門ですね、ここ。クワッとまた入っていくのがまた難しいのよね。ほっ、よっ、よし、来た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 よ。で、よっ、よしよしよし、もうちょっと、お、スイッチあるか。ってことやっぱりあれ押すと下が開くんじゃない、多分そんな気する。ちょっとここ、ちょっと待って、ここが、うわ、もうちょっと待って待って待って、今の一歩はでかかった。よし、来た。なかなか難しいじゃないの。さて、もうちょい近づけるよ。ほっ、よし、オッケー。でここはグニャッとジャンプでいこうかな。よ、よしよしよし、来たぞ。どうしよう、どっから行く、これ。ここじゃない、やっぱここだよね。この羅生門くぐってった方がいいかな。そうね、ちょっと距離があるんで冒険しないようにしよう。ワンジャンプで行くか、ワンジャンプで。うわー、あー、よしよしよし、来た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 。どんだけ時間かかってるんだ。今もう21分かかってます。むずいな、なんか細かいところでデスっちゃうのよね。よし、来たぞ。ただね、こっから、そうね、ショートカットできるんだったら EV くぐった方が早いんでしょうけど、ここ OK。 さてここ頭ぶつけなければいける、 いくよ。ほっ、いけた。よし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 、あー長かったわ。じゃあ打ちましょう。ほい、あー、やっぱり下が開くのか。あ、そうっすね。おお、バシッと開きますね。まあただ帰りは、待て、なんかトラップなければ別に普通にこうやって降りていけばいいだけですもんね。セーブはしないようにします。では入ろうかな、いきますよ。ほい、お、なんかボス前って感じするな。よし、ではこのまま進めていきましょうか。まだまだ時間は余ってると思うのでいきましょう。まあステージがあろうとボスだろうと進めていくのみ。おっと、ステージか。うわー、なんか複合的な、またなんかあの目がチカチカするカラフルなステージですね。これちょっと押してみましょうか。ほい、あー、やっぱ複合的か。でこれワンジャンプ復活したっけ、したようなしてないような。でヘイホーは、あー、しないか。ヘイホーはジャンプに使うんですよね。そしたらここなんですけど、特にこれあのパックン出す必要ないですよね。このまま多分行っちゃえるもんね。行っちゃえるけど、ちょっと隙間がちょっと狭いな。よっ、よし、あー、乗っちゃうか、乗ってしまうか。としたらどこで行けばいいのかしら。ここか、ここで一回またいで、で、あ、これでいいんだ。よしよしよし、 OK。 さて何の意味があったんだろう、その
パックンのはしご、まあいいでしょう。これなんだっけ、これなんだっけ、もう一回ワンジャンプできる、あ違う、なんかしてくるんじゃないのこれ、あなんか、なんか出てきた記憶あるんだけど、とりあえず下まで行ってみますね。あ、そっか、行かないと、そっか、行けないか。じゃ何かがあるのだろうけど、これむついな。ほっ、こうか、よし。で、で、どうしていけばいいのこれ、全部触れればいいのかな。あ、どういったね、よしよしよし、これで、セーブ、遠い、セーブってかないな。ゴール遠いな。ほっ、よっ、あ、しまった。ここですね、まずはこのタイミングで下に降りて、でまあ下まで降りれば針がどくんで、あとはまあグワグワと上に上がっていけばいいかな。でここは一旦下まで降りなければいけないので、よし、うん、まあいいか、下まで、うわー、これ行くの、ほっ、うわー、まあなんとか行けなくもないとは思うけども、よっ、よいしょ、ここね、ほ、よし来たぞ、よ、勢いが大事、よ、よし、で罠ありそうだね、よ、あ、よかったよかった、警戒してよかった。そしたらいいんだよね、え、いや、ブロック叩いてから壊すのか、ん、違うかな、とりあえず行ってみますね、あそこまで、よ、よし、これ動かないの、マジか、あー、ちょっと待って、そうすると先ほどの手順だと間違いですかね。まずはここパックン出るかな、まあ、出ても出なくてもその左ここのね下のあの針がどくんで、それで、あー出ないのか、それで行くんだと思います。でこれで、ただ帰りがね、ほっ、むついんだよねこれ、行きはいいでしょう。で砕けないからこのままでよくて、1個引っ込んだよね、よし、あ嘘でしょ、そこでミスっちゃダメ。さて何度目か、ちゃんと着地場所を見て、でここがね、これ何気にも普通に難しい配置なんで、よし来た、 OK、 そしてあとはここ罠なければなんだけど大丈夫かな、そこ何にもなければ、よっ、うわもうちょっとでね、ここがねほんと難しくて、ここが、よし来た、やっと来た、むずいのよ。でここフェイントをかけるのだけども、ちょっと待って、そこさ、どういう風に、もうちょい、もうちょっとか、これ難しくないか、そしたらフェイント、うわーこれ厳しいとこに鳥がありますな、よし、オッケー、さてと行きましょうか、戻ってくんのがまたこれ難しいのだけど、よし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 、その調子、頼むよ、もうミスなめよ、よ、待って、当たり判定あんだ、くっそー、ジャンプしてけよかった、地面に当たり判定あるんすね、よしよしよし、来ましたよ、さて行くよ、で一旦まずはここで、たけどここ、そこがなかなか厳しいところにやっぱ鳥があんね、これ、よし来た、さて次は一回ちょっとフィントかけよう、なんか飛び出してきてたわけじゃないか、じゃあ普通に行けばいいか、よしよし、右もなしね、やっと来れた、待て待て、やっぱりこう複合的か。そしたら今大体ですね、合計で45分ぐらい、収録時間かかってます。かなり最終ステージ難しい。一旦見送った方がいいか、これは。そんでもって、うわー。まあ、セーブ中間にありますけど、前半、後半はまあパターン組んでいけば、うわ、なんか、超えらんない。ワンジャンプ？ほ、よし。待って、ここ怖い。ここ怖い。よし、ちょ待って、あばくっそ、むずい、三輪車が意外と速いので、まずここは一旦スルーさせて、でこのタイミング、よし、でここも一緒かな、よ、よし来た来た来た、まあ、こんな感じでいきましょうか。でまあ中盤はどうだろう、よ、それほどな気がする、ここは髪の毛に注意していけばいけるでしょ、ちょっとなんかちょこっと出るんで端っこで待機しつつ、こいつは、まあとりあえず出ます、出て考える、出たタイミング、針が出たタイミングでジャンプ、うん、でこんな感じで、よし、いける、なんとなくで、待って、届かなかったの、嘘でしょ、
先ほどの歌手なんですけども、動画を見返したら私の操作的なミスとかではなくて、危ね、なんか隠しブロックが出てたんですよね。なんでトラップだと思います。なんで今度は引っかかんないように行きましょうか。よよよよでよよしよしよし、オーケー。難しかったなこの区間。さてこいつはなんか最速でパターン構築をしていきますか。また時間かかりそうだけど、いやいやそんなんでもないか。やっぱりさっきの箇所で良さそうかな。ここで入ってって、とりあえずここ抜け切れれば、よよよしよし、これでいいでしょ。お、来た、待て待て、びっくりした、あっぶねー。なんとか回避できた。おー、いいね。ほいっと、来たー、セーブ。よし、そうしましたら今回はここで終了したいと思います。ちょっと収録時間めちゃめちゃかかってるんですけども、もしかしたら編集して短くなるかもしれないんですが、ここで終了とし、でこのステージって今まで経験してきたステージが、まあ、強化された、そんなステージを改装してる、改装とは言わないか、また冒険しているようなそんな感じでしょうか。でこの先に、まあ、ボス、ラスボスがいるんだとは思うんですけども、はい、まあ、次回かまたもう2パートぐらいでもしかしたら、クリアになるんじゃないかなと思いますが、まあ、頑張っていきたいと思いますですね。はい、では皆さんご視聴どうもありがとうございました。